今回は近接空中戦闘におけるスホーイ33でのミサイル発射について解説します。ミサイルはセミアクティブレーダー誘導ミサイルの R-27R と短射程赤外線誘導ミサイルの R-73 を用いて解説していきます。今回は近接空中戦闘で使う3つのミサイル発射モードについて解説していきます。まずはじめにバーティカルスキャンモードです。このモードでの発射手順はこの画像で示した通りです。それでは実際に標的を破壊しながらこの発射手順について確認しましょう。目標を視認したら3キーを押して VS モードを起動します。 D キーを押して並走を選択します。今回は R27R を選択します。選択した並走はこのようにパッド上に表示されます。 I キーを押してレーダーを起動します。起動が完了するとパッド上に赤枠で囲った文字が表示されます。続いてエンターキーを押して目標を手動でロックします。目標のロックが完了するとパッドの左側に矢印が現れ、さらに矢印の下に四角が3つ表示されます。これらの四角はミサイルの射程を意味していて、一番上の四角は最大射程を意味します。上から2番目の四角は起動目標に対する最大射程、3番目の四角は最小射程を意味します。今回の標的はレガシーホーネットで回避軌道を取っているので、上から2番目と3番目の四角の間の距離でミサイルを発射しましょう。またミサイルの最大射程内になるとパッドに来るメッセージが表示されます。この表示が出ればミサイルを発射してもいいのですが、先ほども述べたように今回は軌道目標に対する射程に敵機を収めるまで発射を我慢します。射程内に敵機を収めたのでスペースキーを押し続けて発射します。 F6 キーでミサイル視点に切り替えて当たるか見てみましょう。よし、無事に命中しました。続けて VS モードで赤外線誘導の R73 ミサイルを発射します。先ほどと同じように3キーを押して VS モードを起動します。エンターキーで目標をロックします。パッド左にあるミサイルの射程を見ながら敵機を射程内に収めるまで機体を近づけます。あと今回も軌道目標に対する射程内に敵機を収めてから攻撃をします。そろそろ敵機が射程内に入ってきましたね。射程に収めたのでスペースキーを押し続けてミサイルを発射します。フレアを巻かれていますが惑わされることなく無事に目標を破壊できました。続いてストロブモードでの発射手順についてです。手順は画像の通りです。基本的には VS モードと同じですがレティクルの操作が必要になります。それでは実際に標的を用いながら手順を確認していきます。目標を視認したら4キーを押してボアモードを起動します。 R27R ミサイルを発射するので I キーを押してレーダーを起動して使用するミサイルを D キーで選択しておきましょう。これらのキーを使用してボアレティクルを目標に合わせます。目標がレティクル内に入ったらエンターキーを押してロックをします。ここまで来るとあとは VS モードでのミサイル発射と同じです。敵機を軌道目標に対する射程にまで収めてミサイルを発射します。射程に収めたのでスペースキーを押し続けてミサイルを発射します。無事に目標を破壊できました。それではボアモードで R73 ミサイルを発射していきましょう。目標を視認したら4キーを押してボアモードを起動します。目標がレティクル内に入ったらエンターキーを押してロックをします。ここまで来るとあとは VS モードでのミサイル発射と同じです。敵機を軌道目標に対する射程にまで収めてミサイルを発射します。フレアが放出されていますがしっかりと目標を破壊できました。それでは最後にヘルメットモードでの発射について解説します。手順は画像の通りです。
私はドッグファイトをするときにはこのモードを一番よく使います。このモードではヘルメット装着型照準システムを使用して、パイロットが頭を動かすことで航空機のターゲティングシステムを制御します。そしてレティクルを目標に合わせることでセンサーと武器を目標にロックすることができます。つまりこのモードでは通常以上の角度で敵機に攻撃ができます。空中目標を視認したら5キーを押してヘルメットモードを起動し、 B キーで並走を選択します。 R27R ミサイルを使用するので I キーを押してレーダーを起動します。今回はヘルメットロックの性能を見るため、あえて敵機から離れています。レティクルを目標に合わせエンターキーを押して敵機をロックします。この後のミサイル発射については他のモードと同じですが、このモードだとレティクルが点滅します。その状態になると目標がミサイルの射程内に入ったことを意味します。レティクルの点滅を確認し、目標を軌道目標に対する射程に収めたので、スペースを押し続けてミサイルを発射します。最後にヘルメットモードで R73 ミサイルを発射していきます。5キーを押してヘルメットモードを起動しておきます。おっと、ホーネットと衝突しそうで危なかったですね。機体を動かしながら常にレティクル内に敵機を収めるようにします。ロック不可能な場合はレティクルに罰が出ます。あれ、ホーネットってこんなに強かったかな。まあ俺が弱くなっているだけか。敵機をロックできてもレティクルが点滅していないのでミサイルが発射できません。結構ガンを撃たれていますね。危ない危ない。レティクルの点滅確認、ミサイル発射、無事に撃墜できました。それでは外部視点で先ほどの戦闘を確認してみましょう。いやあ、こんな角度からミサイルが飛んできていたんですね。衝撃ですわ。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。